これはどうなんだろうか。これは殴り合いやろってこと？これ桂馬飛ぶか。あなたが先手です。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さて、相手の方が横歩模様だったんで、俺もなんだろう、横歩は避けて角換わりにしようと思ってって感じですね。で、これは相手の方が1手早いから、まあでも歩突いて桂馬跳ねて、これはどうなんだろうか。これは殴り合いやろってこと？これ桂馬飛ぶか。こっちの方が多分1手早いはずで、夫婦に飛車で歩突いて、ん？夫婦に飛車、ん？うんうん、銀引いて夫婦に、まあでもそれは歩突くよ。それは歩突いて飛車走って横歩取ってどうか。あー、これはね、確か角打ちがある。これは確か1号角打ちなかったかな。これは角打ちだった気がするな。で、ここでバラして桂打ってみたいな感じでどうかって感じなんですけど、桂金飛車で桂打つとか、まあ何にせよここでこう飛車ぶっちして桂打つっていう筋があったと思われるんだが、思われるんだが、最後銀の形の方が嫌なのかな。桂金飛車銀桂の時に、ここ行った時に桂馬どうすんのっていう、桂馬じゃない、うん、桂馬じゃない、金打ちがあるんだけど、金はそこの方がいいのかな。桂銀の方が嬉しくて、桂銀飛車金桂打った方が玉こっち寄って銀で落として角なるみたいなのがあるんで、いやー無視してきたよ無視してきたけど、これは俺も無視かな。俺も無視して、それの方が嬉しい。それは同金で、同金桂打ってどうか。金に紐つけたいんだったらここなんだけど、銀で落とす感じになるから、これは部分的には研究範囲内のはずで、いや、それすると今度は歩ついてここに銀とか打ちたくなるよね。そうは思わないかい？そうは思わないかい？まあでも歩つきたくなるね。歩桂で銀とか打っといてどうかみたいな。飛車もらう。銀打ってこういって金打って飛車銀ここ、ここ打って。こう来るのか。まあでもここ取っときたいな。そう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 、まあ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 分かるよ、やりたいことは分かるんだけど、桂をもらうってもありそうやから、一回銀上がって受けたくてもあるかもしれないな。銀、夫婦に飛車、横取ってきたら桂馬跳ねといて、飛車があるけど、飛車があるけど、か、これは別に馬で取り返せるって考えたら別にどうでもいい、どうでもいいとは言わんけど、か、銀打って、飛車下げさ、銀打って、玉下げさして、取って取って、桂打って、飛車銀両取りにしといてどうか。飛車避けるよね、多分どっかね。飛車避けて、みたいな手もあるかもしれない。となると、何がいいのかって言われたら、まあでもこうかな。で、こ
こうやって剥がしといて、ほう、それはなんじゃ、同歩でなんでもなくない？まあ結局手戻すやろ。でその時にまあ桂馬打つんかな。両取りの桂。まあ飛車どこ行きますかっていうのも聞いてますね。まあここか123択かな。3択なんですけど、それ何、一回飛車取ったら7分、え、取ってん、分からん。飛車取って同玉、桂馬取っといて、え、これ一回取ったらどうすんの。これ桂馬渡すより先にこっちの方が痛そうなんやけど、いやでも取っとくよね。取るよねこれは。いやびっくりしたんやけど、これ取るよね。これは取って取ってで取った手がん、まあ取るよな。で取っといたの。まあ詰めろだけど、詰めろだけど、逆にどうすんのっていうのは聞いてみたくて、むしろ金とか打った時にどうすんの。ここになってくるようじゃなんか違うくない。一回馬引いといて、あなたどうしますかって聞いてみるのもありかもしれない。例えばここのゾーンに置けるのはアウト臭いじゃん。まあ馬引いて聞いてみる、馬引いて聞いてみるのありかもしれないね。まあ聞いてみるか、どうすんのっていう、何を読ましてくれるんですかっていう。まあ飛車は多分ない。かといって浮いてくるのは、辛いよね。これはこのルートで逃げられるのがあるんだけど、飛車打って寄って桂打ってこっち来て金打って。待てよ、一回受けよっか。一回受けといたら、まあ、歩突きもあるし、金打って取って取った時に何でもないよねっていう感じで、あ、金打つか。あー、なんそれ、こっち取ったら、取ったら銀成りが詰めろですかって言われたら詰めろじゃない気がするんだよね。なのでその瞬間に詰ませばよくて、まあ詰ます寄る、寄せればよくて、待ってよ、これこの瞬間さ、相手飛車しか持ってないんやろ。飛車打ったどうすんの、これ飛車打ったどうすんの。飛車打って避けるようやと、いやでも歩突きがあるかな、歩突きかなんかどう。これ歩突いたらこっち取って取って飛車打って取ってがあるから、こう行ってこう行ってこう行くか。で銀渡してもいいから、こう行ってこうこう、
金筆者渡しとんか。まだ取るか。でこれが詰めろかって言われたら詰めろではないと思うから、歩突くか桂打つかだけど、桂打つか。桂打って下なら金で、金がないか。桂打って下、まあ、ここなら角打って、桂打つここ、角ならここ行って、桂打つこっち、角ここ、なってなって、いや微妙。3分。一回受けとくか。一回受けて銀もらっとくっていうのも手かもしれないね。まあこうやって受けときますか。で駒補充しといて桂打ちからの詰めろとかやっていきたいなみたいな。これでどう？まあ王手で一回飛車は下ろしてきそうだけど、まあ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 、桂銀、いや迷うけどこうかな。強者取ってくようやと歩突きが間に合ってきそうな感じもするし、歩ついて、歩ついて取って同銀、もう一回歩がある。歩ついた手がこっちの手番にはなるけど、歩突きが、歩打ちが詰めろになりそう。それはなんじゃ。2分30秒。こっち行く、金打たれる、避ける、同金同銀、こっち避けたら、こっち避けて金打って、こっち避けて金打って、こっち行って何でもなくって、避けるかで、金打って重くしといて、この銀が取られる瞬間に働いてそう。分からん。分からんけど、こっちなってきたら、まあ、その瞬間なんでもないんで、歩ついて取られて、取って取って、いや微妙か。成り返る、寄る、ここ、まあその時なんでもない。成り返る、寄る、入ってくる、歩つく、取る、取る、成り返りには寄っとくか。ここ打ちはこっちかな。それは重いと見た。瞬間この銀が取られそうなんだけど、取られる前にこの壁になってくれとるっていう読みなんですが、どうですかっていう感じですね。でこれで歩突きを間に合わせようですね。ちょっと元気が出てきたかも。ちょっと難しかったんだけど元気が出てきたかも。歩突く、歩なる、同銀、歩打ち、歩打ち、歩歩歩、とりあえず歩で小瓶攻めが決まりそう。この辺取られたも別に何でもないよね。うん、重い、うん、これは間に合う。なので馬を攻めるとしては、例えばここに銀打ちとか、いやーその瞬間別に何でもないと思ってるんだけど、でこうやって打っといて、
こう行って引いてこう行った時に歩はあるけど別にどっちいうことはないよね。まあこっちじゃない。でここに打つよりはこっちの方がいいか。でまあまあまあそれをやりたいのは分かるんだけど同金で取っといて銀でも寄っといて大丈夫やろ。これが詰めろ入ってるんでこれ詰めろ受けるにはやっぱ受けないかんけどなんかあります。これ詰めろ入ってますよ。いやーしんどいな。でもそういうのは攻め駒足したいよね。一回をって決めとく。で歩成り同玉かな。歩成り同玉とかできそうなんやけど、まあ、桂馬打っといてどうか。それは一旦こっち取っといて、いや竜はいいか。竜で取っといて何でもないよね。1分これで取っといて金打ちからの詰めろくさいけど角の方がいいか。角離して打って合駒効きません。いやまあまあ竜引いていいか。竜引いてこことここのライン行けなくなってこっちなら金打って寄って詰めろやろ。これは金打ちから詰めろくさいけどもう一回読もうか。金打ってこっちならこう竜が入ってきて上でついて詰みやろ。金打ってこっちならついてついて詰みやからこれはいけますね。これは金打って詰みかな。金打ってそっちならまあ竜が入ってこっちついて歩突き歩詰めですね。はい、ありました。おめでとうございます。ふう、危なかった。はい、観察にやっていこうと思います。はい、感想戦やっていこうと思います。今回ですね4号桂馬9戦やってみました。で正確には4号桂馬かで、ポイントがここか、まあ、これはね3三桂なる入るんで、まあ、これで1500点ぐらい良くなったよって感じですね。で取って同飛車同金に桂打って避けて角なって、まあ、ここまではまああるあるかなみたいな。でこれ66銀、あ一回避けるんだ。避けといてどうかって感じなのか。まあ俺は一回剥がした感じにしましたけど、ああ11馬で香車取っとけば、まあ、踏みでやから受けにくいでしょうっていうことなのか。なるほどね。ああで5五馬引いてくればいいしって感じか。はい、最後はね、まあ、相手の方がまあまあまあ馬取ってきたんで、まあ、7四金から詰みですよっていう感じでしたね。小手詰めでしたね。7四金打って本譜は横寄ったんだけど、まあ、上ならまあ歩ついていけば全然いいなって感じですね。これでついてこれで詰みですねという感じの、まあ、後手詰めっていう感じでした。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、まあ、角換わり4号桂馬急戦やっていきました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね次回の対局も楽しみにしていてください。ということで、本日もお疲れ様でした。おやすみ。